ドユーではインドネシアの一部の島に自生するアタと呼ばれるツル草を丁寧に編み込んで作る籠を専門に取り扱っております。インドネシアの職人さんたちと協力して日本の生活様式に合った籠を企画デザインし制作しています。アタ籠の魅力は何といっても細かくて美しい編み目です。一目一目が人の手で編まれたと思えないほどとても細かく綺麗に編まれています。そして魅力の2つ目はとっても丈夫で長持ちということです。これは私が実際に16年間使い続けているカゴバッグなのですが、何度も雨に降られたりしてきましたけれども全然型崩れをせず丈夫に使えております。愛用品です。そして魅力の3つ目はお水で洗えるということです。こういったバッグ類は中布がついているためジャバジャバは洗えないのですが、雨に降られても大丈夫ということを今お話しいたしましたが、それ以外のこういったランチョンマットだったり、あとはこういった箱類ですね、こういったものも布が使っていなければお水でジャバジャバ洗ってですね、しっかり干していただければ型崩れせず清潔にお使いいただけます。たくさんの出来事が重なってこの仕事を始めるきっかけとなったのですが、その一つが祖父の戦争体験です。祖父は当時東南アジアに出兵しており、生きて帰ってきた後に幼い母に現地の人たちとの交流の話などいろいろ聞かせてくれたそうです。その後母は南国に興味を持ち始め、大きくなってからインドネシア語の勉強をして、インドネシアの島々に伝わる民話を集める旅に出るようになりました。私も幼い頃夏休みなどを利用して母のその旅に一緒に行っていました。その民話採集の旅の途中でこのアタカゴ製品に出会いました。この仕事をしていて一番大変だと思ったのはインドネシアと日本の商慣習の違いです。日本では取引をするにあたって当然だと思っていたこともインドネシアでは全く違っていたりします。また新規の取引先でサンプルだけきれいに作ってきて、いざ大量に発注した後にとてもひどい品質のものが届いたこともありました。仕事をしていく上で信頼関係を築いていくということが一番大切なことだと思っています。アタ製品が初めてというお客様へのおすすめは、こうした鍋敷きやティーマットやランチョンマットといったプレースマット類です。形やサイズのバリエーションが豊富で汎用性があり、価格もリーズナブルなためリピーターのお客様の多い人気商品となっております。